ここまでやー、もう違うって。いやー嘘でしょ。さあということで、久々にですねドラゴンクエスト4の DS 版の方の実況プレイ続きやっていきたいなと思います。なんかねちょっとね、4ちょっとやりたくなっちゃって、ちょっとね、でまあ DS 開いたらですね、前回さこの街に来て終わったんだけど、なんとねここを来たままですね、閉じたままですね電池が切れてですね DS 開いてなかったんで、セーブできてなかったということで、この前この動画撮る前に急遽ですね、まあ、ちょっとレベル上げしながらお金稼ぎしながら何度か戻ってまいりましたということで、さあまあ何をしたらいいのか分かりますが、カールおじさんだカールおじさんすいません、どれぐらいぶりです？1ヶ月ぶりですか？すいません、お待たせしました、すいませんでした、すいません。の前にですねちょっとお金を貯めたんですよ。あれあれ待った、あれどこだったっけ、まあ、ただ飛ばして止めさせてくれる。レベルもいくつまで上げたか覚えてないんだよね。多分こんなもんだったような、なかったような。でですね、お金を貯めてた理由はですね、あ、カールおじさんだ2回目、江戸川さんが亡くなってからどのくらい経つかの、あの子のミニアを拾った子犬がここまでやったのかな。利口な犬じゃからきっと2人のことも覚えてるはずじゃ。 OK、 そこまでは多分言ってないんじゃなか、あ待って、違う、いやなんか久々のなんかちょっとフォームいいでしょなんか開いたらさ、開いたらあれと思ってパッて開き直したらさ、なんだと思って、あーもうそこまで一応言っとかなきゃいけないなと思ってやってたらなんか止まらなくなるみたいな感じが、羽の帽子これなんですよ、これが買いたかったんですよ。いや鎖かタベラがいいか、いやどっちがいい、22マーニャがちょっと、鎖かタベラ32でかいかな、また羽の帽子でいいか、マーニャいいね、マーニャ22、どうしよう、革のドレス、うわー待った、どうすっかな、羽の帽子もう一個買おうか、オッケーこれでいい、いやーくさびれかうたびれの方が良かった、もう一回入れ直していいっすか。あしまった、そうセーブしてなくね俺、ちょっと待って、あまたセーブしてない、わわわ、え全く肉食いバルサックじゃって、わし初めから江戸館の発明を盗む気で弟子になったのじゃろう。ところでこれが、江戸川もう一人の弟子王林はこの道のこれ西に行くフラグはもう立ってんのかな、西に行けと、ただちょっとレベルが低いんじゃねっていう、ここら辺まで多分行ったじゃなかろうか分かんないけど、ここに眠る、こういうのねちょっとね見ておきましょう。小さなメダルがある可能性がありますよね、あります。久々だね、ずっと喋りながらずっとゲームやってんの久々じゃね、覗き込んだ、何かが、あれ小さなメダルとかなかったっけ、俺前回ごめん自分の動画見とけばよかった、どこまで行ったのかがちょっとよく分かもう西の洞窟行ってばいいのかな、西だったっけ、いやまたちょっと勝てるか勝てないのか、ちょっとワンワンわっ、さあ行こう、根持って何もないね、何もござらんね、カールおじさん、オッケー、いや、さんでもってですね西に行けばよか、結構あれもうパートあと30ぐらいで終わるのかなと思ったけど、そういうわけではないのか、パート30ぐらい、モモンジャが現れた、さあ勝てるのでしょうか。鎖固める必要だったからな、グループ攻撃だよね多分ね、失敗したちょっと待って、まあいいや、6、8、おーっと6か、まあここはまだ弱いからいいんだよね、ここまあ弱いわ、あでも全然、俺下の子出てさ、またさあ来た、ここ結構さ左とかをした、なんかさワンテンポ遅いんだよね、よしナイス、オッケー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 、さあ、根持って、さあ行きましょう、根持って、人がいるね、人がいるね、鎖かたびらでもよかったんだけど全然覚えてない、聞いてみよう、ヒントくれるはずだ、親たちこの洞窟の静寂の玉を、静寂の玉を探しに来たのかい、でも諦めた方がいいよっては、私もはるばるモンバーガーがやってきたんだがね、どうしても下に降りる階段が見つからないのだよ、下に降りる階段が見つからない、
石人形勝てるのかしら。わっ、いや、のお弱いじゃん。なんだよ石人形お前、めちゃめちゃ弱いやないかい。そんなわけではない。回復しながら OK9OK、まあ、全然いけたね。まあこれでよかったね。おー24。まった問題があって、いや失敗したな。急いでやってきたからさ失敗した。薬草もっとてんこ盛りに持ってくればよかったな。あ、いやだ、私ってば洞窟って場所が無条件で嫌いなよ。え、噛んでゆく噛んでゆく。起きた、キメラの翼。 OK、 さあちょっと大丈夫だね。お化けキノコが現れた。全然いけるね。いやーちょっとな、鎖片びらって範囲だよね。いやもう買っとけよ。いやあれはちょっとブーメラン並みに、これもう一回やり直して、いや無理なんだ、セーブしてないじゃん。もう何やってんの、もうセーブしないでやり直したのにまたセーブしないでどういうこと。いやまた道具持ってきてねえしな。レベル上がってください。レベル、いや待ってほしい。いやキアリあったね、キアリ毒オッケー、一生懸命。ここボスとかいたっけ。これ降りるだけでしょ。これわからんってどういうこと。あのさっきのあの人いたじゃん、まあ、絶対お前冒険向いてないわこれは、あでも怖いんか、こんな乗っていきなり動かれても怖いわな、こんな乗ら。さあ何でしたっけね。また1個あります、1個あります。いやぐるぐる、いや使い魔やめてほしい。やめて、4位ね。よかった、ギラとか使ってこなくて。やばいやばい、間違えた。いやしくった。いやでもさ案外ね、だ久々だと楽しいね余計楽しい感じない。音楽がまたちょっといいわけよ。160たまったね。さあでもって先に行くべきなのかな。ちょっとねあれなんだよね、深読みしすぎて結構シンプルだったパターンあるじゃんこっち後だろっつって、たまに やめて。ちょっと倒して倒せ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 、よし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 、おお9、2、6、パチャ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 。久々だってやっぱ楽しくないね、いいよね。久々だって余計楽しく感じるよね。5、もうやめて毒とか。さあレベルが上がった、レベルが上がりました。あレベルもうやめて、もういやもう買ってくん、大事なもん全然買ってないんだけど。MP 切れたら終わるんだけど、まあ、砂鬼行くか。これなんか何回か回るような気がするんだけど、でも回復するポジッ、なんかないのかな、なかったっけ。深読みするな、素直に行こう、素直に素直に行けば、どおおおお、あれこれ正規ルートっぽくねあれおかしいな、正規ルートっぽくない。あー強い、正規ルートっぽくないですか。あいた、あれ闇のランプを見つけた。闇のランプって昼とか夜にするやつだよね。そうだよね、闇のランプを手に入れた。お前誰だ。いやいや、マニア様、ニーナ様、私です、弟子のオーリンです。オーリンなんですってて、お二人だけで敵討ちの旅を。おお、なんということだ。ならば私もお嬢様方と願いは同じ。私もエドガン様の敵討ちを胸にここで傷の回復を待っていたのです。噂ではバルサックも、うん、悪魔に魂を売り強力な陣の殻を。バルサックって何だったっけな、覚えても忘れちゃったな俺。もう静寂の様さえあれば奴の力を封じられるはず。とにかくこの私もお供させていただきます。さあ急いで参りましょう。さあバルサックが名前釜になった。バルサックが、あ違う、バルサックじゃないバルサックは敵だろ。オーリンが仲間で、オーリンで結構強かったんじゃなかったん、どっちだった、強かったっけ。格闘タイプでね、見るからに。待った、あれいない、あれ何だったっけな。なんか一個だけちょっと言っていい。オーリンめちゃめちゃ強いじゃん。なんなん、オーリンめちゃくちゃ強いんだけど。お一撃で倒していくぞ。
さあ、レベル上がった。ありがとうございます。ミネヤ。ラリホ覚えた。ラリホ来た。ラリホなんか絶対使ったことなかったもんな。なんかさ、なんかどっかの裏に階段とかなかったっすか？っていうね、なんかあったよね。俺だけちょっと覚えてんだ。俺ちょこっとだけ覚えてんの。なんかさ、どっかに裏に階段があって、77みたいな、こんなとこにみたいな。違ったっけな。オーリン強すぎだろ。95ってレベル。よかった。先にここでよかった。強い仲間がいることによって、探検しやすくなったね。しやすくなったね。さあ、キング、あ、やめとこう。キングレオだよね。キングレオだったよね、ここね。よし、まあいいや。ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、ゆっくり行こう。もう、オーリンというね、素晴らしいレベルでいいと、今が俺が今、6か。12ぐらいありそうじゃない?10。あ、こっちか。来た。240ゴールド。あー、544か。鎖釜ちょっと買ってきたいぐらいだよね。強え、強。こっちに行って、あっちに行って。どれ、これで行っていいんだよね、多分ね。リースマンの方が簡単になってんのかな?4。やめたって。5。もう毒めんどくせえ。一番毒がめんどくさくない？もう。毒がめんどくさいの、ミネア7。結構強いね。もうやめて、毒のパーティー。27。オーリン頑張ってくれ。オッケー。いいね。わかってるね、今のオーリン。うお、わかってる。もうちょ、やめて、もう。オーリン、オーリン、あ、オーリンは毒じゃないのか。バルサックってどんなか覚えてないんだよね。マジで。ただ、レオちゃんとこの中に、なんか、なんだったっけなぁ。なんか大臣かなんかがどうしようもなかったような気がする。なんか、そんなったような気がしない。さあ来た。リレミト使えなくね？ちょ、変えれんのかなこれ。あ、合ってんのかこれ。リレミトを、リレミトあった。ないよね。イベントのあれで。そうなんです。ここなんです。なんか仕掛けは絶対1個あるは、あ、違う、これか。え？あれ、これだけだったっけ？待って、あれ、これだけだったっけ？俺、なんかと勘違いしてんのかな？なんかなかった、他に。あれ、なんか俺、勘違いしてる。あれ、勘違い、なんかの裏になんかがあって、あれ、違うのかな？あ、わかった！オーリンがいたときにオーリンがいね、ちょっと改めてごめん。今ちょっと思ったんだけど。オーリン、お前ただの親父じゃねえか。あれ、こんな顔だったの？お前もっと勇ましい若いやつだと思ったけど、おじさんだね、結構。鉄の槍、精度より鱗の盾、変わって、おー、強えな。あ、わかった！オーリンのところのあそこらへんになんか隠し塔的なやつあったんじゃなかった？違ったっけ？さあ、使っていいっすか。いけんじゃね？入れたって今11やってるけど、いけたもん。もうまあまあ、これ。ダメだ。ちょ、これ、出なきゃいけないんかい。すいません、皆さん。戻らねばなりません。戻らねばなりません。すいません、申し訳ございません。すいませんでした。なかなか、まだまだ戻らねばなら。これどうすんの？静寂の玉って何に使うんだろうね。何に使う？お、あの、バルサックを封じ止めんのか。じゃ、ボス戦が来んのか。久方ぶりのドラケン4。皆さんいかがでしょうか？ドラケ4、やっぱ音楽がね、やっぱドラクエってやっぱすごいよね。やっぱ BGM って大事だよね。ファーって思い出すもんね。これもしかしてもう敵出てこないんじゃね？出てくるのかな？どう？出てくる？あ、出てこないが出てくる。出てきましたね。オーリンって死ぬのかな？覚えてないんだけど。7 7 6。マーニャが、まあいいでしょう。メラ、ルカに。メラしか覚えてないのか。69。強すぎじゃろ、オーリンちゃん。やめて。毒。もう、めちゃめちゃ毒になるんだけど。毒。だから、毒消しだけは必要。いや、700いった。これの他に、なんかどっか上の方になんかさ、もう一個さ、街なかった。なんか死んじゃった街みたいなのない？なんか。なんか、なんとかの鉱山的な街なかったっけ？おら、違うのかな。
やばい、ドラキュをずっとやってきたからもうどの作品のどの場所なのかすらわからない。あれどっちだったっけな、あれなんだったっけ。静寂の玉は取りました。静寂の玉どこ行きました。静寂の玉、戦いの時敵の呪文を封じ込める。敵の呪文を封じ込めんのか、なるほどね。待って、もう見習い悪魔はいらん。なるほど、28強いね。王林覚えてないんだよな。王林生きてる、生きてんだか死んでんだか覚えてないんだよね。さあ取ってきたよ、あなたたちも。この、いや取ってきたんだ。下に階段わかるだろう、あそこしかないだろう。道なりに行けば出てくるだろう。あれこれ戻んのかな。まあいいや。驚き戸惑っている。チャンス、チャンスです。倒していきましょう。バシ、これ王林ってどっか行くのかな。王林って戦闘なれんのこれ。いやまあいいや、別におっさん戦闘にしても嬉しくないのかおっさん戦闘にしても。やっぱでもさ、この 2D の良さって本当あるよね。こういう意味、薬草ではなく、うん、左から行くのかな。これどっちから行く、いや右の方から行くのか。あーまた、まあいいや、もったいないから。レベル上がったからいい感じなんじゃない、これ見て良さそうだよね。さあ来ました。もう待って、ワンワン、やばった。これ王にバレたけど、あれこの目かけた江戸岩様クだって。待った、セーブを、セーブ、待った、教会もないんだよね。まあまあまあいいか、買う。どうしよう、鎖鎌欲しくない。ミネや欲しいねちょっと顔でこれよし、買ってしまおう。オッケーです。ねえ欲しかったの、どっけしそう。ちょっといらんか、薬草ちょっと欲しいか。オッケー、道具箱、いやまあいいか。ちょっとこれ必要なんだね。ちょっと待って、革のドレスとか買ってあげた方が良かったか。あー待った、まあ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 いいでしょう。毒消し草も一個も持ってないので、オッケー、ちょっとめんどくさいんですが、オッケー大丈夫。よしちょっと寝てから行きましょうか。そのバルサックを倒しに行きゃいいのかい。寝よ、娘です。オッケーです、ありがとうございました。さあバルサックまで行けるのかな。バルサック覚えて、いやなんとなく形は覚えてんの。なんか牛、立った牛みたいな感じわかんね、わかりづれ、立った牛的な感じだったはずなんだよ。知っておりますよ。これもう行っていいのかな、このまま。3年持って、まあここら辺はまああれですよ。待った、ミネアがどれぐらいダメージ出すのか。ミネア15、え、すいませんでした、勝手に範囲攻撃と思ってました。グループ攻撃だけ。さあどこに行くんじゃろうか。いや待った、そこにいるね、いますね。白いっていいのかな、白いっていいのかな。8 24、いや強いな、やめて、やめて、いや強い、いきなり強い、強え、やめて、なんで、なんで死んでしまうん。やべえ、もうもうこういうの一番嫌なんだけど。革の帽子、なんで死んでしもたん。帰るか、教会なかったよね。すいません、すいません、うちの大事な妹が死んでしまっているんです。無駄な、無駄じゃ、経験値は欲しくないです。これ待った、ちょ待って、なんでそんな、こういう、すごい、忘れた、山、おまわり、生意気な、逃げるぐらいだったらよ、逃げさせんかい、逃げさせんかい。待って、ここでもなんもないよね、教会もないもんね、教会もなくね。ですよね、よく生きてたわねって、もう一回戻んなきゃいけないじゃん。ないよね、何にもないもんね。いや待って、もうめんどくさいんで、ですね、
翼で使います。モンバーマラ戻るしかないです。いや待った、城に入った、失敗した、城に入ればよかったじゃん。でしょ、そういうことでしょ。やらかしてしもった。生き返らせてください、うちの大事な妹を生き返らせてください、生き返らせてください。ちゃんちゃんちゃちゃん、オーリン戦闘したらよかったのか。戦闘だから攻撃食らってんだもんな。そっか、そういうことか。さあ忘れた、そうだ忘れた、おっさんが戦闘だ嫌だとか並び替え、もうこれし、そうだそうだ忘れてたわ、そうだ忘れた、おっさん戦闘にしなきゃダメだわ、そりゃそうだわ、だっておっさんなんで黙る、いやいや、おっさん戦闘なんか嫌だなって思っちゃったんだよ、嫌だな。まあいいか、行こう。ナイス。え、やめ、なんか使った、勝手に使った。ちょ、あそこの城まで行って終わりかな、じゃあ。だルー左じゃないね、まっすぐだね。やばいね、すいませんでした。なんか移動が多いな今回。ちょ、移動多いだろっていう、すいませんでした。オッケー。レベル上がってほしいね、早く。まあ、いいや、うん、呪文で。さあまあにゃ、オッケー、272か、革のドレスいるかな、いいか、暴れこまい33、まあにゃ4、まあにゃのオッケー、あれおかしいな、オーリンあんま攻撃食らわなくねあれおかしいな、さっきあんなにうちのミネアといじめられたのに。オッケーです、とっとと、いやー待って、まあいいや、まあいいや、まあいいや、エビルハムスター、なんで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 、さっきミニ、うちのミニやった戦闘だからガンガン食ら、やめてー、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと危ない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 、やめて、ルカに、え、それはいいんだ、ホイミ、いや待って、失敗したかもしれない、もうやめて、もう一回死んだ、うわーもうな、もう何やってんの、回復遅れた、やばいやばい、オーリー一人で、こういう時あれだったんだな、防御でいいんだな、オッケー、やめて、やばい、ちょっと待って、やばいやばい、死ねじゃあここまで、やー、もう違うって、いやー嘘でしょ、よっしゃー、放送事故か、しゃべれ、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした、え、ちょー、よっしゃ入った、ここに入ったことによってい、やー参ったね、ここは偉大なるキングレオだ、ん、お城キングレオなのか、そら知っているんだが、待って、鍵がかかっているだ、ちょ待ってほしい、鍵がかかってる、これなんだっけな、どうやって入るんだここ、でもこれルーどうやって帰ったらいいんじゃ、どうやって帰ったらいいんだ俺は、いやー任せろ、怠慢勝負だったら負けない、勝ち、オッケー、これなら負けない、よっしゃよし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 、いくよ、茶色に触れるなよ、いや大丈夫大丈夫、お前ことぎどうでもいいんじゃん、
無事になんとかつけたからキメラの翼を買って、キメラの翼売ってますよね、キメラの翼売ってますよ、すいませんお願いします、え、私お願いします。もう何やってんの、もうなんちゅうことしとんの、さっきから使うキングレイゲルになったね、もうまだほんまならキメラの翼売ってなかった、だから2個買ってよ、そういう時もう何やってんの、もう行こう、生き返らせる、二人で OKOK ザオラル絶対来ないよね、ザオラル、ザオラル絶対来ないよね、早くてどれぐらいですか、10代ですか、早くて10代、遅くてどうですか、いやもうマジかよ、まだ無理でしょ、4章じゃ絶対覚えないでしょ、え、結構強いな、レベルが結構高いのかなと思ったけど、そういうわけでもないのか、結構強かったね。さあということで、まあちょっと久方ぶりのドラケン4が始まりましたということで、まあどうしましょうかね、毎日やるのかちょっと分かりませんが、ちょっとね前よりもちょっと時間がちょっとすごく忙しかった時期があったんですけど、ちょっと前ぐらいとかなかなか動画もね上げれなかった時もあったんですけど、ちょっと最近ちょっと時間がやっとこさ少し取れるようになったんで、まあちょっとやってみようかななんて思っておりますので、まあどんなか分かりますが、まあ皆さんぼちぼち応援よろしくお願いします。それで皆さん、高評価そしてコメントの中でね皆さんぜひよろしくお願いします。それで皆さん。